皆様方ごきげんよう。日頃大変お世話になっております、立ち上がれ日本の代表をいたしております平沼武雄でございます。民主党の野田内閣が発足をいたしました。で、私は非常に残念に思っておりますのは、私は2期連続無所属で戦って無所属議員を続けていた時期がございました。で、そういったところ時に民主党の保守とされている議員とは会食を共にしたり、あるいは彼らの勉強会に出て私から話をさせていただく、こういったことをやらせていただいております。で、野田総理ともそういう意味では個人的に2人だけで夜の食事を共にしていろいろ語り合ったこともあるわけでありまして、私はその当時、野田さんという政治家は保守系の議員だなと、思いました。したがって総理大臣になる直前にですね、この靖国神社に祀られている永久戦犯は、これはもともと戦犯なんていうものは存在しないんだ、だからそういうものに考慮する必要はない、こういうことを明言したわけであります。しかし総理大臣になったら、私は当然靖国神社にお参りすると思っておりましたけれども、一切お参りをしない。長い間私は彼こそ民主党の中にあって靖国神社に参拝をする議員だと思っておりました。それは彼の永久戦犯なんていうものはそもそも存在しない、こういうことを断言したわけでございまして、何らはばかることなく、そして日本のために尊い命を捧げてくだすって現在の日本がある御英霊に真摯にお参りをするのは野田さんという政治家の行動として当然だと思っておりましたけれども、これはポピュリズムに毒されたんでしょう、あるいは小沢一郎さんたちの一派に気兼ねをして、日教組の委員長だった小泉さんが幹事長になった、こういった人たちに気兼ねをしてお参りをしないということを言ってしまいました。過去自由民主党でも、例えば靖国神社に当然すべきなのに、安倍さんもそうでしたし、福田康夫さんもそうでしたし、麻生太郎さんも一切参拝しなかった。私は皮肉の話ですけれども、靖国神社に参拝しない総理大臣というのはみんなわずか1年の短命でありました。変則的に5年の在任期間、靖国神社に毎年お参りをしていた小泉純一郎首相は、いろいろ批判はありましたけれども、5年間政権を持つことができたわけであります。そういうことを考えてみると、野田総理大臣も靖国神社に参拝しないということは、大方の日本人のいわゆる反感を買って短命に終わるという、そういう可能性があるのではないか、このことを私はまず心配をしているところであります。そして皆様方もお気づきになったと思いますけれども、閣僚名簿を見て私は唖然といたしました。一つは不正献金を受けている人たちがあまりにも多いということであります。そしてそれぞれの大臣の仕事に精通しているとは思えない人たちがその職に就いている、こういうことでもこれから臨時国会が召集され予算委員会なんかが始まると、鋭い野党の追及に立ち往生してしまうんじゃないか、本当にこういう内閣でこの難局の政治を乗り切ることができるのかどうか、こういうことが心配であります。前の菅直総理大臣も震災によって助けられた総理大臣でした。まして自分が絶対に受けてはならない外国人からの献金を受けて予算委員会で立ち往生寸前の時に大震災が来て、
国民はそういう追及どころではない。やっぱりいかに大震災から東北地方の人たちを救わなければならない。こういったことで関心が移ってしまって、彼は延命を図ることができたわけでありますけれども、しかし今の内閣においてそういう外国人から献金をもらった人たちもたくさんいるわけでありますし、また本当にしてはならないようないわゆる政党を通じての献金もしているわけでありまして、私はこういったことが先ほどもちょっと触れましたけれども、外国人の地方参政権ですとか人権侵害救済法案、これは日本人のためになる法律じゃありません。例えば外国人の地方参政権というのは明確に憲法15条に違反しているんです。いわゆる選挙権というのは非選挙権を含めて日本人固有に与えられた権利でありますし、それを税金を納めているから外国人に認めるということは憲法違反なわけであります。またいわゆる人権侵害救済法案、これは自民党時代に私どもは力を合わせて潰しました。これは人権擁護法案という名前でしたけれども、これと変わらぬものが今また民主党がこの臨時国会に出そうとしているわけであります。これは正常な日本人の基本的人権が失われることでございまして、行革ばやりの今日において三条委員会というものを法務省の中に設置する。そのために1万2000人いる人権擁護委員というものを2万人に増やす。こういうことは人を増やすことであり、強力な捜査権や処罰権を持った三条委員会というものを新たに法務省の中に作るということは行革に逆行することでありまして、こういったことをやっていくと正常な日本人の人権意識ということを阻害することでありまして、そういうことをやろうとする閣僚というものがどんどん増えてきているわけであります。法務大臣になった閣僚の日記というものがブログに出ているんで、それを見ていると6項目書いてありまして、その関門3項目目に野田総理大臣より人権侵害救済法案、これをなるべく早くやるべきだ、こういう指令も受けている、こういうことが書いてあるわけでありまして、本当に危険な内閣だとこのように思っております。私ども立ち上がり日本というのはやはり日本人の政党でございますので、売国的な法案には断固反対をしていかなければならないと思っているわけでありまして、皆様方の一つぜひこういうことにご理解をいただいて、皆様方のご支援をよろしくお願いを申し上げたい、こういうことであります。私は野田内閣のその閣僚の顔ぶれを見て本当に心配に相なったわけでありまして、これは皆様方も同じ考え方だと思いますけれども、ぜひやはり正しい保守を基調の政権をこの日本に作っていかなければならない、こういう形で立ち上がり日本も次回お話をさせていただきたいと思いますけれども、1年を超えました。この1年間は架け橋塾を作って若者の育成に努めてまいりましたし、去る中央統一選挙におきましても県議会議員や市議会議員、さらには区議会議員、たくさん誕生させていただきました。まあ、そういうものを起爆剤にして我々立ち上がり日本というものも日本の政界の中にあって政界再編の鍵を握る政党として一生懸命に頑張ってまいりたいと思いますので、何卒立ち上がり日本に絶大なご支援を賜りますことを心より平沼武雄お願いを申し上げまして、本日のご報告に返させていただきます。
ご清聴本当にありがとうございました。